皆さん、こんにちは。今日ありがとうございます。映画館のダイアン・スタークです。よろしくお願いします。I'm in charge this year of the English curriculum and textbooks. So if you have a question about the curriculum or the textbooks, you can please ask me. Thank you. Mr. Sky. じゃあ私が代わりに説明させていただきます。教科書の方、先ほど申し上げましたように見直しをしました。でレベル別に、選びました。先生によって、まあ、選んでいたっていうところが今までありました。まあ、そうすると例えば先生が変わるとまた教科書が変わってでこう連続性というかねつながりもちょっとこう難しくなりますよね。ですのでまずはクラスマップを作り、レベルを作りで教科書を選びその後に英語科の先生に入ってもらいました。ということで教科書を選びましたということです。小学部はこういうバックパックシリーズというのを統一して使っています。で上級クラスになってくると、現地校でいうと Language Art っていう、授業があるんですね。まあ、そこで使っている教材と同じようなものを上級クラスでは使っています。で中学部はどうかといいますと、まあ、同じようにサイドバイサイドというシリーズを1から4まで、展開をします。で上級クラスになると、まあ、これはもうかなりもう現地校でもちょっと上の方だと思うんですがアカデミックな感じですね。Insight for Today というより読んだり自分の意見を書いたりというような、テキストブックになっています。ちなみにこれすべて、生徒の持ち物になります今年から。ですので、生徒が自分で持って帰って勉強してまた持ってくるということになります。帰国をしたり転出するときもこの教科書をお渡ししますのでご安心ください。教科書についてはやはりここに戻るんですがこのマップを見ていただけるとこの下の、ね、赤いところにどういう教科書を使うかというのを書いてますのでまたご覧ください。ちなみに入門とかですね初級クラスはそれプラスフォニックスといってやはり音声面も文字と音を一致させていくとこですね。ここも力を入れたいのでフォニックスの、まあ、教材も、適宜、入れています。で教科書があるということは当然計画というのがあります。年間の計画を今年はしっかりと定めました。で、これがスコープ&シークエンスといいまして年間計画になります。これは、バックパック1と書いていますのでバックパック1を使う、クラスの年間指導計画になります。でここに目当てであったりとか先ほど校長先生の方からもありました観点といったものもここに明記をされています。で4月にこれ5月にこれ6月にこれというふうにもうすでに私たち も決めていますのでそれに従って授業を進めていきたいということになります。でスターク先生の方が全体を、見ていますので例えばこのクラスでちょっと、進み具合が遅いとかこのクラスで若干進み具合が早いとかそこら辺をスターク先生が見ながら、講師の先生に声をかけてこう調整をしていくということになります。